こんばんは、アルコ&ピースの坂井健太です。ハッピーチューニング、平子ゆきです。ナインティナインの岡村さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。2015年12月17日木曜日のオールナイトニッポンゼロは、我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。はい。さあ、本日はですね、スペシャルファンタジスタウィークでございます。はい。我が番組はですね、ラジオ24、ジャックと解決、クソ芸能事件簿2015、と題しまして、今年のクソみたいな芸能ニュースをぶった切っていく、というそういった企画をお送りしていくのですが、はい、スタジオにはですねすでにゲストの2人がいるという状況なんですが、はい、これ酒井ちゃんこれはもう紹介していい流れなんですかね。はいはい、今週は僕仕切りなんで進行させていただきま す,、はい、ます。まあ普段ならねオープニングは僕と平子さんの2人でやっちゃうんですけれども、うん、ちょっと今週尺がないということで、はい、早速ゲストをご紹介します。なるほどね。はい、ではご紹介しましょう。まずはこの方太田プロの毒舌王です。おい、音止めろ音止めろ、もうなんだこれ。毒舌王マシンガンズに勝利です。イエーイ石森さん、イエーイ来た、よろしくお願いします。この振りしなきゃダメ毎回毎回さ、なんか知らないところ誰か傷つけてる気がするんだよな。いや、嘘はついてないですから、太田プロの毒舌王。嘘はついてないんですけど、まあ、前回もそうですよね、この振りで西堀さんを呼んだ時に、まあ、ツイッター上でね、スタッフが見たんですけども、ガチ切れしてるリスナーがやっぱ何人かいるらしいですね。あ、いるんですね。いや、いるみたいですよ。それ 1% も俺のせいじゃねえだろう。お前らやってんだろう。嘘ついてないから。芸風がね、そうですか。でも今回学んだみたいな、ツイッターでこの振りってことは西堀だぜってもう何だってそしたらさ、あんまり聞いてないさ、リスナーの人がさ、有吉さんか、ドキドキするなって。そしたらさ、他のやつがさ、いや、この振りは二勝利だよって、たしなめてるって。なんか、地獄見てる交流が生まれてんだよ。俺やだよ、もう。普通に呼んでくれよ。どうも二勝利です。お願いします。お願いします。はいはいはい。今日は二勝利さんにクソみたいな芸能ニュースに毒を吐きまくっていただきますから、よろしくお願いしますね。うん、俺吐くの？はい。あんま乗ってないよ。怒られるだろ、あんまり言うと。いや、吐いてもらわないと、やっぱ二勝利さんに。だから有吉さんの代わり呼ぶなよ。いやいやいや、もう西堀さんしかいないですから、太田プロの。あとネタバレじゃないけど、さっき有吉さん家に回すってツイートしてたお前誰か言っとけよ、有吉さんに。お前、言えねえだろうけど。誰が言えんすか、そんな。ネタバレ勝手にしてたよ、あの人。いや、まあまあまあ。まあいいよ、切るよ、けど。まあ、今回もね、うん、きっと俺と西堀さんがちょっと我慢しなきゃいけない、大人になんなきゃいけない放送にはなると思うんですよ。そうだな。うん、このラジオ特殊だからな。まあ多分ね、そういった図式になると思うんですけどね。うん、まあね。うん。しょっぱなからどんどん毒づいてますよ。さすが太田プロの毒舌王、最高かよ。登場からもうユニークな毒をもうバンバン入ってます。気づいてないですよね。天才なんですよ。だから俺今コメディアン忘れて男出たわ。普通に腹立ったよ。我慢我慢我慢よ、この野郎。いや、何の言い方よ。我慢我慢ダメ。コメディにしようと思ったけど腹立つからよ。乗っちゃダメ乗っちゃダメ。よく目見て言うんだけど、もう泥船って分かってんだから。泥船乗んなきゃいいんだからね。でも優しく乗れって言うからさ、我慢しなきゃいけない。さあ、そしてもう一人のゲストご紹介しましょう。お待たせいたしました。アメリカからこの方が来てくれました。ジャック・ババラ。最初はさ、来ましたね、よろしくお願いいたします。騎士でしょ、ドッキャンの騎士ね。それはもう頭のさ、自己紹介はそれで入ってくる。おい貴様、騎士ドッキャン誰だそいつ。何なんだよ。ジャック・バウアーですか、ね、頭はそっから入った上で言うならいいけどさ、ジャック・バウアーをさ。おい貴様、これは質問じゃない、尋問だぞ、答えろイナゴ。うるせえな、もう。あのね、ずっとそれでもしもね、ケツまで行こうとしてんなら途中できつくなると思うの。だから最初どっかでフリーな感じで抜かないときついよ、多分。抜くも何も、これが俺だ。いやいやそれ、はい、ちょっと質問、キャラとか俺こいつと芸能ニュース切るの。相当刺激味だろ。一人完全にふざけてんだぞ。だってやだ、やりにくいな。君はできるはずだ。許せんだよ。大丈夫だ。分かったんだって。いいよ。さあ、ということで、こんな愉快なメンバーでお送りしてまいります。愉快なメンバーでお願いします。コケにしてんだよ、もう。はい、里光呼べ、里光を。そうだよ。里光いねえとダメだ。誰だ、里光って。ジャック・バウ、ジャック・バウは。半分作家のやついるだろう。ダメだ、お前。半分じゃない、8割だよ。うるせえんだよ。ぶれちゃいますから。トイレが大好きな。
はい、はい、企画説明します、はいはい、先ほども言いましたが、今日はラジオ24ジャックと解決クソ芸能事件簿2015と題しまして、うん、今年のクソ芸能ニュースをみんなで楽しく切っていきます。いや、これちゃんとやろうね。毎回言ってること違う風になってくるんだからさ。いやいや、そうこれちゃんと切ろうと。そうそうそう、いや、やりたいです、やりたいし切りたいんですけど、なんか途中で変わること多いから、だからどうす、俺もやりたいんですよ、軸としてはね、ちゃんと。毎回ね、このラジオおかしなことになってるけどさ、うん、誰が悪いのあれ。酒井。いや違うよ、いや違うから。俺多分ですけど、まあいつものね流れから予想すると、多分3時半ぐらいで企画変わんじゃないですか。いやいや、違う。あと25分ぐらいかな。違うよ。俺だからやっぱり打ち出し通りの企画はやりたいんですよ、ちゃんと。いや、やりたいよな、うん、今回はマジで打ち出し通りにマジでやります、うん、一生懸命僕ら頑張ります、うん、ただ、うん、いかんせん、うん、生放送でございます、うん、生でやってますから、うん、何が起こるかわからない。やれよそこはちゃんと。やりたい、俺だってやりたいんだけど、生だから。やれよじゃあ。やってんの一生懸命やっても生だからしょうがないんですよ。始まって6分のテンションじゃねえだろ。アイドリングゼロかよ。すげえな、怖えな。さあ、そんな面白企画とは別にですね、うんうん、今日はリスナープレゼントもご用意しております。前回のスペシャルファンタジスタウィークでですね、うん、驚異の数字を叩き出して、まあまあね、日本放送の局長から金一封をいただきました、うん、それを今回のリスナープレゼント代に当てます、はい。今週メールをくれたリスナーの中から抽選で24名に普通に嬉しい何かをプレゼントします。24だけに24名だ、もう一度言う、24だけに24名だ。うるせえなこの野郎。何急に連呼してんだよ。24だけに。ずっとモノマネしてるな。24なだけに。どういうことなんだよ、これ。チャックですから。プレゼントの何かっていうのは何？それは番組の後半で発表いたします。いや、それ何がもらえるか分かんない状態でさ、応募してこなくない？いや、ヒヤコさん、何がもらえるのか分からない。それが、生です。いや、生を。それが生なんです。強調するけどさ。ちょっと待って、俺たちがテンション低いのかな。いやいやいや、なんか異常なんだけどさ。ジャック、そうですよね。ああ、それが生だ。何なんだよ。オブじゃねえかよ。言われたこと、そんなセリフねえだろ、トレンド。オブかてめえ。誰がオブだ、俺はジャック。いやいや、本気で思ってねえよ、うるせえな。ちなみに。言いにくいんだよ。ちなみに局長からもらった金一封はまだ商品に変えておりません、うん、いや、そのまんまです、うん、もらったまんま、うん、ここにありますから、ね、うん、これね、うん、ここにあります、うん、いや、はい、ちょっと俺マジでいろいろ心配になってきたんだけど、うん、本当に。いや、平子さんが心配する気持ちも分からなくもないです、うん、この金一封が盗まれてしまわないかって心配でしょ。いや違うよ、放送だよ、この放送を心配してるんだよ。ご安心ください、この金一封が盗まれないためのセキュリティは万全です。セキュリティの心配してんじゃないんだよ、うん、俺は。しかもスタジオにはね、ジャック・バウアーいますから。ジャックには金一封の警備をお願いしてるんですね、ジャック。遠征局長の命令だ。そんなセリフねえだろ。この状況で誰が盗めんすか、これ金一封盗めないですから。いや、今のお前流れ、これ何かしらのフラグだろ。なあ、今日そっちに流れんのか。なあ、ちょっといい、うん、ちょっと流れ壊したら申し訳ないんだけどさ、はいはいはい、これ金一封っていくらなの。いや、そこはいいじゃん。気になるじゃん。それいいでしょ、もう。ちょっと気になるな、これ。安いから、それ。安い、安い。ああ、そう、うん。いや、プレゼントの予算知りたいでしょ。いや、まだ中見てないんで分かんないです。うん、もらったまま、ね。なんだ分かんないですって。ちょっと、見てみますか、中。ね。うん。うん。ちょっと、入ってるか。貴様ら、そこまで！両手を挙げろ！早く手を挙げて！早く！いや、銃ちゃん。おい！おもちゃの銃ちゃんと持ってきてんじゃん。なんだ？待ってくれ、ジャック。一体どうしたんだ。くそ、俺としたことが。こんな近くに窃盗犯がいたなんて。貴様らは今この金一封を盗もうとした。俺の迷惑ごまかせんぞ、早く手を挙げろ。俺に気が抜かせぬ。聞こえないのか、早く両手を挙げるんだ。オッケーオッケー、みんなとりあえずジャックに従って手を挙げて。俺茶番屋のオープン。手を挙げて。ジャックに従って今。早いって。ジャック、君は何かを勘違いしてる。僕たちが盗むわけないだろう。じゃあなぜ金一封に触れた。いや、中身の金額確認しよう。黙れ。なんで黙るんだよ。貴様ら盗もうとした。これは紛れもない事実だ。放送終了までにこの金一封を守る、これは局長の命令だ。違う、身内だからって油断すると思うな。最初から怪しいと思っていたんだ。ジャック、なんで僕たちが盗まなきゃいけないんだ。酒井は川崎出身。平子は高級なカバンを使ったり、床暖のある家に住んだり、芸人のランクに合ってない生活をしている。それなりの動機としては十分すぎる。早く両手テーブルにつけ、早く。
早く、テーブルに、テーブルにつく、テーブルにつけて、西森さん早く、早く言う通りにして、今はじゃあ言わして、帰ってもいい誰が喋っといった、すいません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 、はいはい、なんだ名前は、所属は紹介したらどうと思うんだよ、西森さん、西森さん早く言え、今ジャックの言う通りにして、西森さんってお前紹介してんじゃん、西森だよ西森っていうか、はい、太田プロ所属、マシンガン西森です、マシンガンだと、貴様、うん、からし2個持ってるのか、AK67 がどれだ、いやー持ってませんジャック、とりあえず落ち着いてくれ、ただの勘違いだ、信用できるかとにかくこのままだとラジオができない、ラジオなんてどうでもいい、最優先事項はこの金一封を守ること、しげえよ、これは局長命令だ、今日の放送を楽しみにしてるリスナーがたくさんいるんだ、だからラジオやらせてほしい、リスナー、それは何だ、犯罪組織の名前か、違うよ、ラジオ聞いてくれてる人たちがいるんだよ、信用ならんだそいつらもこの金一本狙ってる可能性がある、大丈夫、信用ならんだってどういうことだよ、リスナーとはどういうやつだ、説明しろ、うちのリスナーってのは、うん、友達がいなくて人見知りで引きこもりで暗いやつらの集まりです犯罪者の予備軍じゃないか、違うよ失礼なこと言うなよ、大体そういうやつが犯罪者になる、いやリスナーそんな勇気ないから、そいつは何度膝を打ったかそいつらの膝をジャックジャック、ダメだよリスナーの膝打ったらダメだよ、リスナーの膝を何度打ったか、ラジオ聞いてる人の膝打っちゃダメなんだよジャック落ち着いて、リスナーは信用できる、大丈夫だ、なら証明してみせろ、じゃあこうしよう、リスナーから自分がいかに善人であるのかというエピソードを送ってもらう、変わったよ、それを読んでリスナーが信用できるということを証明する、もしそれができなかったら俺たちを撃ってもらって構わない、なんで俺らが撃たれなきゃいけないんだよお前らの膝も撃っていいってことだよ、ジャック限定なんだ、芸能ぶった切りどうしたんだよジャック、どうだろう、認めよう、じゃあリスナーのみんな、ジャックを信用させるために自分の善人エピソードを送ってくれ、全然違うすべてなんですが、すべて小文字で企画はよ、 ap@allnightnippon.com ap@allnightnippon.com です、アルコ&ピースの頭文字を取って AP です、番組に送られてきたメールの中から抽選で24名に普通に嬉しい何かをプレゼントします、欲しい人は住所と本名を忘れなく、3時12分で変わったよ、もうねここ、なおこの番組はスマートフォン向け放送局 NOTTV でスタジオ映像とともにお送りしております、俺が仕掛けた監視カメラだ、ちげえよ NOTTV のカメラだよ、 GTU 全部見えてる、違う俺にも見えてるよ、どうするのこれ、2015年のそのクソゲーのニュースはやんないのね、やります、絶対にやってみます、見せます、それは確実にやりますから、でまずはリスナーと僕たちをジャックに信用してもらわないと、ああこれやんねえわなやんねえだろ、信用させてくれ、あとこれもうオープニングのタイトルコールすらまだやってないから、これじゃあタイトルコールいきましょう、ちょっと待て、タイトルコールとは何だそれは仲間への SOS の信号か、いちいち入ってくるな、全部つながってるのかやつら D、 いや番組のタイトル言うだけ、言うっていうか言わなきゃいけないの、それで番組が始まるから、俺がやろう、お前らは信用できない、俺がやる、なんでお前がやる、もう関係ないだろ、やってくれんのかジャック、これを読めばいいのか、これか、これを読んでくれ、ジャック、よしなんだよアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロありがとうございました、こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です、ハッピーチューニング平子ゆきです、マシンガンズの西尾亮です、ジャックババルなんだよもうさあ平子さん、どうしましょうか、知らねえよお前仕切りなんだからちゃんと責任を持って回していかないとさ、どうしよう、一旦どうしよう、 CM 行く、ほらもうやることなくなってるじゃんいやマジでメールが届くまでやることないよ、そうでしょ、うん、じゃあもういいよ CM 行けよ、じゃあということで一旦じゃあ CM、 ちょっと待て、どこへも行かせん、人気とかそういうことじゃないんだこれは本当に里見って人だぞジャック、いいか、行くんじゃねえこの場にいろ、ジャックいいか、俺たちはどこへも行かないんだ、 CM を流すだけなんだ、 CM とは何だ、ちょっと待ってよあのただ物を知らない人だと、お前クロコダイルなんだよクロコダイルなんだよケンガローハットかぶれやオールナイトニッポンは1時間に6本の CM を打たないといけない、うんうん、もしそれができないとどうなる、事故だ、クソ分かってくれたか事故を起こしてしまいそうになり本当にすまないと思う、だからジャック
CM 打ってもいいか。分かった、発砲を許可しよう。そっちの鬱じゃないんだよ、鬱違いなんだよ。クロエ聞こえるか、こちらじゃ。クロエ、クロエはいないんだよ。 CM の発砲を許可する。石、いいディレクターの石。クロエ、CM の発砲を許可する。大丈夫だ、支部長に俺から言っといた。大丈夫だ、行くぞ。俺が3数える。ゼロで撃つんだ、行くぞ。3、2、1、撃てー。石井ね、クロエで。クロエじゃない、石井。もしくはトニー。知らないけど。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、ラジオ24、ジャックと解決、クソ芸能事件簿2015。アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です。マシンガンズ勝利です。今日は本来はですね、2015年のクソ芸能ニュースを、ドキキャンの岸、そしてマシンガンズ西堀さんといじっていこうと思ったんですが、岸がちょっとまあ暴走してしまいまして、リスナープレゼントを買うためのお金を自分が守らなきゃいけないとか言い出して、なんかちょっとわけわかんないことになっちゃってるんですけど、そうだよね。なんか岸が言うには俺たちのことも、あとリスナーのことも信用できないから、もう本当に最悪膝を打つって、ずっと言ってるんですけど。いや、一体だろうな。まあ、でも、あれでしょ、何が起こるかわからない。これが生放送といったところじゃないでしょう。何なんだよ、その、生。これが生ですよ。な素人みたいだろ、お前。生で気持ちよくなってる素人みたいだよ。これが生放送ですよね。予定通りにいかないですか、生放送。これ岸どこ行ったの、岸は。うん、岸さんっていうか、ジャックはですね。いいんだ、お前守らなくていいんだよ、あいつのキャラ。なんか、外のスタッフが信用できないということで、今、スタジオの外で職質かけて本当にやべえやつ。で、飛び出していっちゃったけどね。この建物見たら大体職業わかるだろう。そんな変なやつ入ってきてないだろう。まあ、限られますけれど。限られるだろう。まあ、いたらいたら邪魔だから、一旦ね、外に、まあ、出ていただいたっていうことで。まあ、ジャックが帰ってくるまで、ちょっと、トークでもしましょうか。ね。あいつも一仕事終えたみたいな顔して出てったからさ。一仕事終えた。はい、ちゃんとまとめられんのね、今日は。これ本当に。それはわかりません。生ですから、だって。それはわかんないよ、だって。俺だって。いや、とはいえ、ちゃんと最低限の軸は守りながらやっていかなきゃいけないんだから、ね。何度も言わせないでください。生なんだから、だって。しょうがないんだよ。俺だってやりたいよ。軸持って。持ってんだから、俺だって。ちょっと待って。ただでさえ俺の時間ないんだからあんまり喧嘩するなよ。その時間くれよ、僕から。お前ようやくフリーのとこに入りましたからね。うーんしか言ってない俺。あ、メールが来てみますね。ラジオネーム、毎朝お茶漬け。今日の放送芸能ニュースやらないんですよね。西堀さんいりますか。それそうだよ。いらなくなっちゃうから、西堀さん切るどころか、なんか他のメール募集してるだろう。俺いらねえだろう。ただ驚くだけだよ。ただなんなんだこれはのばかりだよ。かわいそうだよ、せっかく。かわいそうだよ。今だからしましょう、じゃあ。ねえ、西堀さん。うん。うん。今年はどうでした。それが欲しかった。バカ野郎、辛い年だったよ、俺の。バカ野郎だったよ。大変だったよ、お前。貧乏暇なしって、暇だらけでさ、まいちゃった。これがね、深夜の醍醐味。サンキューパス。あとは決めるだけ。まともなやついねえじゃねえかよ、もう。M1 とかどうですか？ M1 もマシンガンズは出れないんですよ。出れない。15年以上経ってるから。どういう見方なんですかね、うん、小粒だったな。これといって突出したものもなくさ。おめえもやべえだよ。な帰ってくれよ。ちゃんとしてんの。帰っちまえよ。俺一人でやるよ。普通歌読むよ、ずっと。4人いて1人しかまともだ。なんだこれ。いや、俺だってまともだよ。自分の時間もらって舞い上がってるかもしれない。俺も世間的にはやべえやつって呼ばれてるけど、もう、それ上回って3人で、お前。根底の真面目さ。一番そこにある。一番お前が物考えてるんだから。ギリギリのラインで保ってた。あれ、お前らは出れるの？まだ今。僕らはまだ出れますよ。はい。うんうん。あれ、西堀さん、騎士とはもちろん交流はありますよね。ほんと昔から知ってんの。ああ、そうなんだ。すげえ昔から知ってて。まさかこういうことになるとはね。いや、そうっすよね。ああ、うん、この間ライブで一緒になったら全然これやってなかったもん。うん。おすましコントやってたよ。そっか、漫才やったり。そうそう。ね、あいつら何でもできんだよ、ね。器用です。だって R1 だって言ってるし、うんうん。じゃあ M1 が出れなくなったってことは、マシンガンズ自体は、うん、この賞レース、うん、とかはなんか出れるやつはいや、もう卒業だよ。
え、卒業っていうか別に、うん、なんか結果出さないまま年齢で、年齢とか芸歴で弾かれただけでしょ。テレビやりてえからさ、ネタじゃなくて。目やべえこの人、目がやべえR1 だってありますよ、だってこれから。俺、賞レース優勝するんだったら、テレビで MC やりたいね。どこ開いてんじゃん。どこが。みんなそう、みんなそう。みんなそうじゃん。ちょっと待って、一難去ってまた一難じゃねえんだ。嵐来て、雪降って。いつか、いつか訪れる春を待って。全然なんだよ、春を待つ放送。そうだね、出れないんだよ、もうね。コントとかやんないですか、うん、やったことないから。いや、マジでひどいっすもんね、滝沢さんの。ああ、そっか、演技ができないもんね。やべえからな。お前らって両方やるよな。まあまあまあ。両方賞レース出てたろ。出てますね。下手したら R1 も出てますからね。これすごいな。いや。まあまあ、でも最近多いんじゃないですか、できるやつできないやつはっきり分かるんだよな。ああ、まあね。ね、漫才とコントってね。まあ、ね、確かに。すごい優秀だよね。でもまあね、リスナーもそうやって、ね、西織さん来るって、もう気づいてる人がね、ほとんどじゃないですか。うん、だからみんなやっぱり、聞きたいと思うんですよね。あ、聞けるとも思って、今日もね、ラジオ、スイッチ入れてくれてるだろうし。うんうん、確かに。やっぱり、往年の、幕面うわ、幕面。聞きたいんじゃないですか幕面。フルのやつ、ね、うん、一回ちょっと、うん、挨拶代わりじゃないですけど。そういう声もなくはないんだよ。うん。そうね。だからマシンガンズの西堀さんっていう認識はもちろんしてるけど、うんうん、あの人とかっていう、こう、点と点が線になるような人もいると思うんですよ。うん、じゃあちょっとやっていいの？ちょっと。いいですか？していいですか？すみません。まあまあ、特別ね。はい。お前らが世話になってるから。あ、すみません。申し訳ないですね。あー、めんどくせえ！めんどくせえ！マックスめんどくせえ！うわ、錆びてねー。全然。全然。キレ衰え知らず。すげえな。まあ、やらしいけど、これで月45万稼いだから。はっきり言うけど。かつて、かつてあった黄金世代。黄金世代。4号稼いだから。まあ、いろんなものを食ったよ。美味しいもん。美味しいもん食べた。そういう時代がね。時代があったな。あったんですよね。いい時代でしたね、やっぱ。だから、これ聞いてる若いリスさんにも夢見てほしいよ。45万稼げる時代来るぞ。一生懸命頑張って。一生懸命頑張って、その代わり一生懸命よ。うん。勝ち登れば。そうそうそう。つかみ取れればよ。それは本人の才覚もあるから。なるほどね。なるほど。やっぱりね、全然それはやっぱり。おい、貴様ら！また来て、戻ってきちゃったよ。両手をテーブルについて早く手をついて、言うことを聞いて今聞いて早くサッカー今まで普通に話してたの？今は言うこと聞いて、ジャックの。あ、すいません。なんだ、マックスめんどくせえって。犯罪組織の名前か。いや、アメリカには伝わってないぞ。日本にも伝わってねえんだよ。知らねえですよな、はい。ジャック、お帰り。スタッフへの職務質問終わったか？ああ、終わった。寺本という男は素人童貞だ。言ってやるなよ。信用できる。信用できるもん。誰だけだ。誰だけだ、この中で信用できるのは。いや、やらしい店で言ってんじゃねえかよ。そんなこと言う。じゃあ、先生、大丈夫だ。はい、そして、リスナーからのメールも持ってきた。この後紹介していく。その前に、一旦 CM だ。お前が言うんじゃないよ。石井ちゃんも行かなくていいんだよ。こいつの CM のふりで。Why are you fucking laughing? Listen up. My problem is yours. Don't share a thing.アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロでは、ラジオの前のあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは、ap@allnightnippon.com、ap@allnightnippon.com。ツイッターのハッシュタグは、#alpyann。アルピーはカタカナ、ANN はアルファベットでお願いします。番組の公式 LINE アカウントもあるので、ぜひ友達になってください。番組は僕らからのメッセージが届きます。詳しくは番組の公式ホームページをご覧ください。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロラジオ24ジャックと解決そう芸能事件簿2015アルコ&ピースの坂井健太です。平子由紀です。マシンガンズ西織です。ジャックババだちょっとこんな人からねメールが来てるんですよ、うん、武蔵野市ラジオネームタクヨシロ、
以前ジャックに膝を打たれたものです今もドンキホーテのレジのところにある自由に使ってもいい1円玉に触れると古傷がズキズキと痛みます。なんだよこれ。お金を使っていいって書いてあるんだからさ、打っちゃダメでしょあれ触った人に。わかんない、打ちすぎて誰だかもう分かってない。やべえじゃねえかよ。それだけ打ってんすよジャックは。理由適当に打ってんじゃねえかよ。理由ないじゃん。アメリカを守るためだ。確かに分かって、ドンキホーテだっつってんの。じゃあアメリカいろや。今日のメールテーマ、善人エピソードです。なんでこうなったのかというと、平尾さんお願いします。俺なんで説明するんだよ。お願いします。編成局長からもらった金一封をですね、ジャックが、なんか守らなきゃいけないということで、で、なんかリスナーが信用できないとか言い出して、信用させるために、リスナーがいかにこう自分が善人かということを、メールで募集することになったってことですかね。はい。もう早いとこ、ジャックに信用してもらって、芸能ニュースマジでいじっていきます。いや、いじりゃいいんだよ、ね、そうだよ。ジャック、紹介していくかね。さっき頼むぞ、俺に信用させてくれ。おいつ芸能事件簿やるんだよ。いや、だからこれもう、一回信用させないと、ジャックを。止まんなくなって、また暴走しちゃうから。お前のことは信用してないんだ。俺、別に信用されなくてもいいんだよ。ただ、切りゃいいじゃん、俺が。腕ずくで抑えりゃいいじゃん、騎士。いや、ダメです。騎士じゃないっすから。ジャックだから。ジャックだからって。あ、ちょっとまあ、そんな免罪符ある。俺はリアクションメール来てます。愛媛県ラジオネームネズミ後輩、ちょっと待ってくれ、展開が早すぎんだよ。ジャック・バウアーといえば融通が効かないことで有名なやつじゃねえか。こんなやつを信用させるなんて絶対無理だよ。もう嘆きのメールが来てますよ。そりゃ正論だよ。何も言えねえ。だって俺さっき時計見たけど15分の段階で二山ぐらいあったろ。そんなのやっぱりさ相当集中してついていけないぜ。始まった時パンパンだった騎士の水がほとんどなくなったんじゃないかよ。なんだったよお前は。ジャックの水ね。ジャックの水だ。ジャックの水だじゃないよ。やべえ水みたいな。ジャックウォーター。ジャックウォーター。マジわかんなくなるからやめろ。ジャックの水ってどういう水なの。普通の水と違うの。あ、どんどん飲んじゃうぞ。ただうめえんじゃねえか。ただうまい水じゃねえか。ジャックウォーター。信用させてくれ俺を、ね、はい、早く信用させないと。ジャック、そう、善人メールが来ても、善人メールなんだ。善人メール、信用させるための大事なメールですから。そう、山形県ラジオネーム、ベネットは静かに暮らしたい。僕は電車で GO のコントローラーを仮パクされたことがありますが、その仮パクしたやつを一切怒りませんでした。こんな僕は善人だと思います。あ来てるけど、どうなのこれは。まだ信用できないな。いや、相当善人だと思うよ。まあそうですね。でも、ただ気が弱いだけだ。それとは違いますからね。それは、今のは確かにそうだ。ちょっと待って、こんなメールなんつうの。嘘だろ。そうですよ。そうですって。別にただの善人じゃん。善人普通に。俺がでも善人だって信用できたら芸能ニュースに行けるんだよ、ね。もちろんすぐ行きたいです、僕も。すぐ行きたい。信用しようや、早く。じゃあ募集するなよ、お前も。信用できないですもん。パパ行こうぜ、もう善人メール。俺はリスナーを信用してない。信用はしたいのね。ああ、その気持ちはある。ただアメリカを守るためだ。どうか違う、キュアンドしかキュアンドAになってねえじゃん。日本一歩だな、ね、キープらしいぞ。キープ、これは最終的にはもうアメリカを守るためだ。なんだよ。頼む、お前らも信用してい。神奈川県ラジオネーム、枕熊。今日しゃぶしゃぶを食べに行った時、僕の席だけタレの皿がなかったけど、食べ放題の100分間一緒に行った人にバレないように食べきりました。かわいそう。味なんもしない、これだいぶ耐え切った人だよね。どうした。ごめん、西織、善人の定義がわからないよ。なんだその、何この話。いや、それぞれのリスナーのエピソードですから、善人エピソードですから。気の弱い人じゃん。それ、悪い人間じゃないんだよっていうエピソードではあるけどね。ね、多分ロシアにタレを取られたんだろう。ロシアにタレ。ロシアの奴らに。今、取れって言ったじゃん。言ってないぞ。狙われてんすよね、タレがね。ロシアにタレが取られて。オープニングより声小さいぞ、お前。そんなことはない。振り絞るなよ。犬じゃん、もう。ジャックウォーターが2本目に突入する。それはいいよ。自由に読んだよ。ジャックウォーター面白いな。あ、これは善人じゃないかな。あ、マジですか。京都府ラジオネーム、桃色クローババー。僕は、ピアスをしている人にはヘコヘコします。あ、いや、これは大善人よ、確かに信じてあげてほしいな。いや、
そんなやついない。そんなやつはいるんだって。ピアスはしてる人は。そんなやつはね、騙されんな。いや、怖くて、なんかちょっと気が弱い人は、ピアスしてる、怖いなって、ちょっとヘコヘコしちゃう人はいっぱいいると思うよ。コーナー変わってんじゃん。そんな。あるなしじゃないんだよ。そんなやつ、そんなやついない。こんなちょっと、いや、いるやで。いや、これ、いるいないだっけ？信用するかしない。通常いるっていう前提の上で信用するかしないかで判断して、いるかいないかじゃないから。いない。ちょっと待って、俺がバカなのかな？絶対思んねえよ。ジャックが言ってるからそういうことなんでしょう。ジャックが言ってるら全部 OK みたいな。いやあ、これはちょっと認めざるを得ないな。ラジオネームベンチウォーマー中山。うん、映画ベイブで泣ける僕は善人です。おね、優しい気持ちの持ち主なのかな。それ確かに。うん、どうだろう、まあ。ベイブを見たことがない。いや、わからない。いない。いない。結果いない。いや、ベイブで泣く人いると思うよ。俺も泣いたし、ベイブでは。そうね、つまり。いないって何？ジャックがいないって言っていないんですよ。いないってなんだよ。いないって、つまり信用できないってことだ。ね、そういうこと。いるんだ。来てるの、メールが言語をして。いない。いない。いない。それはいないんですよ。ベイブってあったかいようだよな。うん。で、それを。俺も泣いた。映画のベイブで泣いたよ。いるよ。信用できんじゃない？お前は泣いていない。え、ジャック、ベイブってどんな映画だと思ってる？なん、その、洋画だ。洋画っぽいな。洋画っぽいじゃん、洋画だよ。洋画っぽいな。短歌、短歌。合ってます。短く終わったやつだろ。短歌、続編も。続編もあるわ。都会に行ったわ、つんでは。短歌上映？短歌上映だ。短歌じゃねえよ。そんなアングラなやつじゃねえよ。ヨーロッパの、ヨーロッパぐらいの賞を取ってやつだろ。誰が出てきます？俳優さんとか女優さんとか。ニコラス・ケイジだよ。ケルマくねえわ、ベイブ。ニコラス・ケイジ。そんな、ハゲた渋い人。そうだ。ニコラス・ケイジが何したの、ニコラス・ケイジは。ニコラス・ケイジが職を失った話だ。ベイブ。ベイブ、多分そうだろう。そんなので泣ける奴はいない。小豚の話。小豚のあったかい話。小豚？物知らない小豚は知らない。小豚は分かるでしょ、ジャック。小豚ってあの小豚か。日本ではあの小豚はあの小豚か。そうだよ。あの小豚は小豚。ああ、小豚の話。いや、信用ならない。お前のことをそもそも信用してないから。なんだよ、時間使っちゃったな。まだ信用できない、ジャック。ああ、ダメだ。芸能いけねえじゃん。俺も行きたいっすよ。ちょっと勘弁して、俺もやりたいよ、芸能。引き続きあなたからの善人エピソードを、募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。あ、じゃあ CM のきっかけ、じゃあジャックよろしく。クロエ CM 行け。石井って言ってみ。岸、ディレクターの石井ちゃんって言えば。あいつはクロエだ。情報分析官のクロエだ。東京有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。ドク、デロリアンの準備はいいかい？ OK、 それじゃあタイムトラベルだ。アルコ&ピースの1週間。はい、こちらのコーナーはタイムマシンで未来を見てきたリスナーから、我々アルコ&ピースが放送日翌日からの1週間どんな感じになっているのかを曜日別に送ってもらっています、はい。完全にちょっとパラレルワールドですが、ジャックは邪魔なので、まあジャックというか騎士は邪魔なの で再びスタッフに職務質問して、うん、ね、あのして外に出ていますけども、はい、なんかコーナー来るとホッとするな。うん、いや、ほんとですよ。ちょっとね、落ち着きます ね落ち着くね、やっぱ、うん、これがラジオだよ。じゃあ読んでいきましょう。ラジオネームキラリレコーズ。金曜日、マシンガンズに勝利、うん、バイト終わりに、うん、明日棚卸しやるからねと言われ、うん、心の中でマックスめんどくせえとは言わない。プライベートでは言わない、うん、だって西堀さんはいい人だから。そんなことない、そんな西尾さんいい人じゃないですもん、全然ね。こんないじられ方ないですよ。俺最低の人間だから。はっきり言おうか。はい、東京一の楽屋泥棒だぞ。キープ、キープ、いや乗らせちゃうから騎士を。
いいんですよ、余計なの。東京一市の。ああ。ああじゃないよ。ちっちゃいのしかいねえだろ、小物しかいねえだろ。東京の崖屋とのボーカル。俺だよ、俺バッサイから。異常こと言ってくる。もういい、もういいよ、もういいわ。続きまして、富山県ラジオネーム、おもちもちもちももち。金曜日、ドキキャン騎士。寝ているザワチンのマスクをそっと外して素顔を覗き、クソっていう。期待ちょっとしちゃったね。最近出してますもんね。いいぞ。綺麗ですよ、ザワチン。素顔のザワチンも。ザワチンを下ろす。いや、しなきゃ、誰かが。綺麗じゃん、まあまあ、綺麗ですよ。綺麗。綺麗。さあ、続いて。埼玉県ラジオネーム、ぺったんこ兄弟とカンカン姉妹。土曜日、ドキドキキャンプ騎士。ジャック・バウアーの声でファミチキを注文し、ガチ感を演出する。ガチ感いらねえだろ、別に。何のガチ感。別にファミマで別にいいだろ。ガチでも何でもない。ガチでも何でもない。いや、イメージがやっぱチキンだからさ。ああ、なるほどね。ちょっとないのかな。そっかそっかそっか。ファミリーマートですからね、でもね。あ、そっか。チキンを食べるんだ。そうだね、多分ね。こうしたらね。じゃあ続きまして、東京都ラジオネーム、東北自動車道。日曜日、マックスと合コンするマシンガンズ。今何歳なの？何のお仕事してるの？と質問するマシンガンズに対して、マックスは、何？どうして？なんで知りたいの？ともったいぶってなかなか答えようとしないが、マックスめんどくせえと突っ込む勇気はない。どうせ知らねえだろうな。そうだよ、普段言わないだろう。あとちょっと俺のネタ知ってるっぽいやつだな、これ。そのやりとりも。あ、そうなんです。確かにね。そうだよ。それ言わないよ。誰も知らないだろう。いや、みんな知ってる。全員知ってる。そんなことない、そうです。知らない人がいない。うん、続きまして、ラジオネーム、グリニャール主役。日曜日、妹を持つ男の子。こたつで寝てしまった妹をベッドまで運ぶ父親。それを見ていた兄。僕もお父さんに運んでほしいと考え、こたつで寝るが母親に叱られ、とぼとぼベッドに移動する。急にフラットな切り口。急に一週間っぽくない感じの。ギアギューン変わった。ギアチェンジが唐突すぎない？あれ、1、2、3でギア変えてくんじゃないの？わかんないよ、もう。原風景みたいな、急に。何これ？何これ？童話かと思った、俺。そう。珍しい、なんか。ほんわか、それね。続きまして、ラジオネーム、大黒柱オレオ。月曜日、騎士学ぶ。なぜかはわからないが、今まで一度たりとて小籠包をフーフーしたことはないし、口の中に入れてからも熱いと思ったことはないし、そして全くうまいとも思ったことはないので普通に食べない。なんだよ、なんだそれ。なんだよこれ。いや、西堀さんね、俺らの番組だからこういうのを普通に俺ら理解してんのかなと思うでしょ。してないからね、うん、一緒ですよ、うん。あと、前来た時より、悪い意味で進みすぎてる。これはみんな気づいて、麻痺してるぞ。俺、たまにじゃ来ねえから分かるもん。いや、俺らも分かってないんですよ。ぶっ飛びすぎだろ。同じ位置で分かってないから、大丈夫、大丈夫。分かってないってな。続きまして、埼玉県ラジオネーム、ぺったんこ兄弟とカンカン姉妹。月曜日、堺。平子の息子、いちるくんと一緒に、川崎最大のテーマパーク、川崎、めちゃくちゃ楽しいランドに行き、二人とも全身傷だらけて帰ってくる。何があったの？何ちゅうアトラクション乗ってんだよ。めちゃくちゃ楽しい。何なのその乗り物。いや、わかんない。川崎こういういじり方するんですよ、なんか。川崎めちゃくちゃ楽しいランド。ヘビーな街のイメージあるしな。そう。川崎元気なんとか病院とかあったもん。廃墟だ、そんなのかな。廃墟？そんなないですけど。工場跡とかそういうこと？そういうことなのかな。続きまして、東京都ラジオネーム、トゥルーマンショー。火曜日、西堀。竹を割ったような性格のやりまんに、
お前うるせえけど好きって言われてめっちゃ勃起する反論なしいい女だな。いいですね。そういうの好きなんだよな。太田プロってこういう女好きですよね。イメージがちょっとわかる。うん。太田嬉しいのかな。なんかね、男の、ね、全体が好き。うん。確かに。男女みたいな好きだ。そう。すぐあいついいやつだなってみんなで言う。何のバックだ。続きましてラジオネーム、バズーカ吉岡。うん、火曜日西堀。ラグビー日本代表と番組で共演し、少し強めに突っ込んでしまい。後からなんか心配になる。いや、ありそう、西堀さん。こういうとこあるでしょ。いや、ラグビーの人はやべえ人ばっかだからよ。そんなことないよ。冗談わかんねえだろ、ね。紳士だよ、紳士。いや、これは偏見でもなんでもないよ。いや、紳士。スポーツやってるやつやべえやつ多いからよ。いや、いいっすよ、でも。後からね、ちょっと強すぎたかな、ってね、言ってくる。いや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 、その前の段階だろ、怒るだろ、あいつ。怒んないよ。人とぶつかんのに慣れてるからよ。怒んないよ、いい人。スポーツやってんすから、それは。いや、スポーツやってるってダメだって。いいから、ダメだよ、そんな。話せないってろ。いいから。いや、これは本当に。いいわ。上手な人でいいわ。常識人でいないよ、あんたは。いいんだよ。続きまして。行くよ、次、ほら。はい、ラジオネーム、モランボン。水曜日。新春特番若手芸人大集合の収録現場、若手同士で笑いが絶えない楽屋に平子が入ってきた途端、笑い声がピタッと止む。これはあるぞ。いや、三四郎の見たとこあるよな。いや、そうなんですよ、ビビってんすよ、やっぱ若手がちょっと。お前の冗談全然冗談になってる時あるもんな。うん、俺この間もあった、全く同じとこあった。で、なんで喋るのやめたのって言って、いや、たまたま今終わっただけですって若手が言ってガチのやつじゃん、それ。圧があるんだよな。ないよ。いや、怖いですよ、多分後輩からしたらちょっと。黒髪でさ。あと言いにくいのだけど、あの、ミニコントが分かりづらいだろ。あれ、もうちょっとベタなミニコントがいいんじゃないか。リアリティがいい、ね、リアリティがあるのよ。でってれーって言った方がいい最後。いや、結構言ってますよ、それは。ね。分かりやすいように。うるせえ、喋んな。いや、やめようよ、喧嘩。はい、行きますよ。夜中だよ。京都府ラジオネーム、桃色クローババア。木曜日、ドキドキキャンプ騎士。調子に乗った大学生のミンティアをパクっても本当にすまないとは思わない。これはね、大学生が悪いですね。大学生、大学生悪い。はい、ということで、このコーナーではタイムマシンで未来を見てきたあなたから、アルコ&ピースが放送日翌日からの1週間どんな感じになってるかを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。懸命に1週間と書いていただけると助かります。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、ラジオ24、ジャックと解決、クソ芸能事件簿2015。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。マシンガンズに勝利です。ジャックなんて言いますか。ジャックル。あ、かかってたかった今ね。言ってない。大丈夫ね。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。はい、でちょっとメールが来てますね。うんうん、京都府ラジオネーム、桃色クローババ、うん、おい、このままだと芸能ニュースいけねえぞ。俺たちいろんなクソニュース集めたんだよ。うんうん、西堀さんに切ってもらいたいんだよ。うんうん、なあジャック、うん、頼むよ、信じてくれよ。来てますよ。そういうやつが一番信じられない。何言ってもダメじゃねえかよ。門前払いじゃん。今は信用させれば、マジでジャックを一回。ああ、信用する？信用する、絶対大丈夫です。それは俺も人だ、信用する。人だと思ってるよ。そういうエピソードが来れば信用はちゃんとするのね。納得する。いや、俺も事件部やりたいっすわ。メールテーマ、前任エピソードです。リスナーを瀬戸半だと疑っているジャックが、信用できるようなメールを送ってもらっています。うん、マジで生って本当何起こるか分かんないですから、ね。お前の生推し何なんだよ、分かんないんだよ。ジャックを早く信用させましょう、本当に。いや、協力するよ、分かった。お願いします、みんなで来てますから、はい、お願いします。ラジオネーム、ペリー黒船。僕は家に帰って、買ったはずのファミチキが袋に入っていないことに気づいたのですが、店員さんは悪くない。店員さんは悪くないと自分に言い聞かせ、ヘルシア緑茶だけを飲んでそのまま寝たことがあります。ジャック、これで信じてくれるか。来てますよ。僕言ってもいい。なぜだ、なぜ店員に言わなかったんだ。
怒ってんの？怒ってんだ。じゃあジャックだったらどうやって言うんですか？今すぐその店に行って拳銃を突き出してチキンを余分に多くもらう。なんだよ。どうじゃねえよ。ジャックでもない。余分なんだ。余分にもらうの？ああ、言えない、そいつが入れなかったから。いや、だって、一本でのそう、一本のもね、ください、このレシート見せてね。何が一本の本当入ってるはずなのに、入ってなかったから、余分にくれる流れにするんだろなるそんな流れ。なんないよ。捕まるよ。申し訳ないですって言って一本だぞ、それ。申し訳ないですって余分にもう一本だよ。何言って。次、じゃあ次ね。喋ってんだよ。次行くよ。ラジオネーム、カラオケ総体。私は映画館でポップコーンを食べるとき、音を立てないように口で溶かして食べるので、食べきれた試しがありません。うん、あんまり音立てて、周りのね、迷惑なんないように気を使いすぎちゃうっていうタイプの善人。これ善人だよな。善人、善人。いや、善人じゃない。なんでよ。そもそも、まず食べきっていない。あ、もう。ちょっと待って。もったいないってこと？ああ、もったいない。せっかく難しいな。そういう感覚あるんだ。これはまあ難しい。ババア見てるとこあるな。難しい。まあまあ。バサ見てなかった。まあどっちも正義っちゃ正義だよね。まあそうですね。まだ信用できないか。ちょっと信用したのかな、さっきより。多少ちょっと、なんか、柔らかくはなってきたかな、うんうん、心情的に。いや、騙されないぞ。まだダメですよ。まだダメですよ。俺を騙すつもりだろ、信用して。じゃあ続きまして、うん。ラジオネーム、ベンチウォーマー中山。うん、ベイブの続編、ベイブ都会へ行くでも泣けます。キャッキーだよ、これ。ベイブ都会へ行く、いい映画だからね。うん、どうでしょう。いや、泣けないな。いや、いい映画よ。うん、そんないい映画じゃない。いや、すげえいい映画だけど。さっきのあの、ブルース・ウィルスでしたっけ？違う、ニコラス・ケイジ。ニコラス・ケイジ、うん。都会へ行くのバージョンどんな感じになるんですか？なんだ。誰が出てるとか、うん。また変わってるんですか、うん、ニコラス・ケイジはギャラが高くて降りた。やりがちなんだけど、よくある映画で聞く。誰に変わったの？シュアルツベッカーだ。上がってんじゃねえか。高いだろ。食なくす、また、あれですか食なくす。食なくす。いや、もともと食なくすだ。食なくすはスタートだ。何の特権なの最初から食ねえじゃん。公園のベンチ。公園のベンチからスタートだ。ただし都会って。都会のな。でもベイブ都会行くも意外とそういう話なんだそうなのそうなの100外れてないんだ。シュアルツベッカーだろ。うるせえそうだろ。俺は知ってる。まあまあ、メールはこんな感じですけれども、どうしましょう。くそー！なんだこれは！なんだこれ。ジャック、どうしたんだ？なぜかわからんが、強烈に頭痛がする！くそー！何が起きたんだこれ、なんだこれ。ジャック！なんだよ。大丈夫か？ジャック！大丈夫だ、坂井。今、俺はジャックじゃない。騎士だ。ちょっと待って。お前何言ってんだよ。騎士に戻ってんじゃん。石森さん。すいません、うん。どうやら、ジャックママに人格を乗っ取られてたようです。騎士さん！どういうことか説明してください。実は最近、ジャックをコントロールできなくなってきていた。今日みたいに俺が俺でなくなり、ジャックという人格が暴走することが増えてきたんだ。日に日にジャックが強くなってきている。どういうこと？大丈夫なんですか？今はなんとかジャックを抑えられてるが、またジャックに乗っ取られるのも時間の問題だ。ひらこ！なんだよ。何？俺はさ、どうすりゃいいんだよ。知らないよ。そうなるわな。そうだよ。知らないよ。一体どうすれば、うん、このままだと岸さんの人格が完全にジャックに乗っ取られてしまう。あ、そうだ！坂井、なんかいいアイデア思いついたのか？こういうのはどうだろう。ジャックという強烈なキャラを一人で背負った結果、岸さんは人格を乗っ取られそうになってる。どういう？じゃあジャックという人格を僕たち4人で分配すれば、一人の負担を減らすことができるんじゃないだろうか。何の話だよ。その手があったか。飲んのかよ。善は急げだ！岸さん！ジャックを解放して、俺たちの体へ分配してくれ。いや、どういう仕組みになってんのそれって。皆さん、行きますよ。くそー！きしめ！余計なことをしやがって、坂井！貴様、姑息な真似を！坂井！違うぞ！俺は、ジャックママだ。何？く
そう、なぜ俺以外にもジャックがいる。イラコ、貴様もか。貴様、教育、ジャックは俺一人で十分だ。石森まで、ジャックは俺だ。俺がジャックだよ。俺がジャックだ。お前は明らかに違うぞ。俺がジャックだ。ジャックは俺だ。俺がジャックだ。お前は違うぞ。お前は明らかに違うぞ。お前って誰のことだ。さあ、このままでは誰が本物のジャックバーかわからない。仕方あるまい。こうしよう。リスナーからジャックテストを送ってもらおう。なんだジャックテストとは。本物のジャックを見極めるためのテストだ。リスナーのみんな、ということで、一番面白い一発ギャグができた人がジャックですよ、とか、一番眉毛を多く抜けた人がジャックですよ、みたいな感じで、ジャックテストを送ってくれ。くそ！メールアドレスは、ap@allnightnippon.com。さあ、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、この時間で一部地域の方とは、お別れだ。本当に、すまないと思う。一時間聞いてくれて、どうもありがとう。この後も聞ける地域の人は、最後まで、聞いてくれ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、ラジオ24、ジャックと解決、クソ芸能事件簿2015。ジャックバウアーだ、ジャックバウアーだ、ジャックバウアーだ、ジャックバウアーだ。時刻は4時を回った。時間がない。この時間はジャックバウアーのオールナイトニッポンゼロをお送りしている。聞いたらわかる通り、4人全員が自分のことをジャックだと言い張っている。もちろん俺がジャックだ。俺の方がジャックだ。俺がジャックだ。お前は違う。お前は明らかにジャックじゃない。お前は絶対違う。お前は絶対違う。誰だお前とは。お前のことだ。お前は全然違う。悪いと思っている。その時点で違う。リアクションメールが来ている。呼べ。早く読むんだ。ラジオネーム、ガジュマル。ガジュマル。待て。ごめん。さすがにスルーできん。これはひどい。これはひどい。おう。くそ！くそ！なんてこったい！くそ！くそ！くそ！しくしょう。お前、全然お前の偽物のせいで、俺一人ならずなのに、ロサンゼルスは大変なことになっている。なんでしゃくれてるお前。おい。俺はしゃくれてない。ジャック・バーはしゃくれてないぞ。悪いと思っている。悪いと思ってるなど言ったことはない。お前は偽物だ。お前は偽物だ。疑う奴が売り手もんなんじゃないのか。セブンだ。俺のジャックだ。ラジオネーム、プリンセスキノコさん。おいおい、お前ら今4時だぞ。普通の大人は、次の日の仕事に向けて、寝てる時間だぞ。今こそ自分たちを見直す時期なんじゃないのか。うさい。くそ！これが普通のジャックだ。関係ない。俺は寝ないんだ、4時だろうが。寝てる暇があったら、事件を解決したいのだ。おい、無理してんな、貴様。なんだ、絶対ジャックじゃない。お前は偽物だ。俺は偽物じゃない。俺が本物のジャックバウアーだ。お前、本物っぽいが、いや、俺のが本物だ。俺が本物だ。やばいよ。今日はリスナーから、クソ、本当のジャックバーを、呼んでるときはクソって言うな。今日はリスナーから、本当のジャックバウアーを見極めるための、ジャックテストを送ってもらっている。うん。そいつを紹介して、誰が本物のジャックかを決めたいと思う。そうだ、そうしよう。お互いの呼び方がややこしいから、ここでは、〇〇ジャックという呼び方でいこう。岸ジャック、酒井ジャック、西織ジャック、そして、平子ジャックだ。ああ、そうしよう、その方がいい。いいだろう。ああ、そうだろう。それが一番いいだろう。俺はもともとジャック。岸をつけんじゃない。俺はもともとジャックだ。お前は岸ジャックだ。岸ジャックだ。俺も西織をつけてほしいな。西織ジャック。西織ジャック。さあ、メールをよこせ。平子ジャック読め。ラジオネーム、クリックス。頭の回転の速いジャックなら、
ジャックというワードを575のどこかに入れて、ジャック川柳を作れると思います。一番うまいことを言えてる人が、本物のジャックです。簡単だろ、そんなの。簡単だ。簡単だ。簡単だ。当たり前のことだ。学校に挙手制で行こう。挙手制で行こう。いけるやつはいるか。いけるやつ行くか。頭の回転が遅いやつは挙手が遅い。お前が行け。やめろ。お前が先に行け。そう、出すな。やめろ。行け。やめろ。酒井ジャック行け。酒井ジャック行け。五七五だぞ。ああ。ジャック。季語みたいなもんだ。ニューヨーク。行けそのままもうちょっと聞けろ、もうちょっと聞こう。ニューヨーク、ジャックが事件を解決する。お前は偽物だ。偽物だ。お前は偽物だ。俺は偽物だ。酒井ジャックは偽物だ。くそ。さあ次誰だ。行け、行けるやつは行け。さっさと言わないと膝を打ち抜くぞ。西森ジャック、ニホリジャックだ。五七五、ジャックさん、今日もどんぶり飯ですね。おい、降参しろ。信じてくれ。誰だ。西森ジャックだ。西森ジャックひどいぞ。くそー。ジャック行け。ああ。ジャック。24。おう。ジャックが、なんとかする。ちょっと待ってくれ。お前偽物だよ。ちょっと待ってくれ。お前偽物だ。ちょっと待ってくれ。手を挙げろ。一度に二つのことは難しい。ちょっと待ってくれ。ジャック。大変だ。俺はジャックマン。俺はジャックバーは信じてもらうしかない。でもじゃあ五七五。早くしろ。早くしろ。ちょっと待ってくれ。時間が欲しい。偽物だろ、君。よし、てろ。おい、ちょっと待ってろ。うん。ラジオネーム、無口なカリン島さんから。うん。なんで西織さんだけ、柴田恭平を呼んでくるんだ。お前は柴田恭平だ。おい、俺は関係ないは言ってない。言ってみろ。関係ない言ってみろ。一回関係ないを言ってみろ。関係ないね。柴田恭平だろ。お前、俺は柴田じゃない。お前柴田恭平だ。柴田恭平出て行け。柴田恭平じゃ、ここから出て行け。信じてくれ。俺は柴田恭平じゃない。お前は柴田恭平だ。俺は柴田恭平じゃない。日本だけ、お前は日本だけ守ってないんだ、柴田恭平は。いい加減しろ。いい加減しろ、柴田恭平。俺は柴田じゃない。おい、ヤコ、最後お前ら、ヒラコジャックは言ってみろ。蜂の巣だ。悪人全員、蜂の巣だ。おい、貴様、盗聴か。汚いぞ。古いぞ。神経がタイムがありそうで、実はない。そうだ、それは分かってる。そうだ、この戦いノータイムで済んだ。びっくりする時間がない。そう。いや、本物だ。いや、お前は柴田恭平だ。お前は柴田恭平だ。俺は柴田恭平じゃない。信じてくれ。絶対に違う。おい、くそ。勝負を。勝負だ。俺がジャックバウアーだ。俺がジャックバウアーだ。俺がジャックバウアーだ。超新塾来てない。貴様、超新塾か。お前、超新塾。今のは4人揃って超新塾だろ。貴様は超新塾の柴田恭平か。超新塾に柴田恭平はいない。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、ラジオ24、ジャックと解決、クソ芸能事件簿2015。ジャックバウアーだ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 。
このように4人全員が自分のことをジャックだと言い張っている。ただそこでおい強兵やめろ柴田教授じゃない。そこでリスナーから本当のジャック・バウアーを見極めるためのジャックテストを送ってもらっている。うん。そいつを紹介して誰が本物のジャックか決めたいと思う。本物だ。俺は本物だ。ラジオだ、メールが来ている。ラジオネームカカオの深夜系。お前らマジでふざけんな。こっちはこの深夜のラジオを聞くために夕方に寝て調整したりそれなりに努力をしてんだ。時間を返せ。それは本当にすまないと思う。くそくそくそ、お前らがやり始めたからこうなったんだぞ。本当にすまないと思う。本当にすまないと思う。本当にすまないと思う。お前は違う。お前は無理だ。お前は諦めろ。西織ジャックは全然違う。違う。少し萎縮している。ジャック、え、どんどん。なぜ顎を出す。やればやるほど下手になってるぞお前。おい、ラジオネーム袖の下。本物のジャックはどんなに危険でも寸前のところで切り抜けることができるはずです。確かにそうだ。そうだ。試しにギリギリ放送できるくらいの芸能人の悪口を言ってみてください。できるはずだ。ギリギリか。ギリギリだぞ。わかった。ああ、誰から行く。よし行け。気をつけろ。俺俺か。お前最初にやるんだ。ギリギリだぞ。ギリギリだぞ。ギリギリの芸能人の悪口だ。拷問されてないだろ。今拷問はされてないだろ。ギリギリのやつだな。ああギリギリだぞ。ギリギリのやつ。ああ1ミリでも見越えたらダメだぞ。いきますだ。できるはずだ。ジャックはこいつ怖いから言わなくていいんじゃないか。後回しするか。どうする。テンパって変なこと言われたら困るぞ。後にするか。後にしとこう。後にしてくれ。分かった。後にしてやる。どうする。じゃあ俺が行こうか。お前は大丈夫。お前はギリギリ。ギリギリだろ。ああギリギリだ。分かってる。行くぞ。うん。デヴィ夫人ババア。それもギリギリとかじゃないだろ。優しすぎるだろ。優しすぎるだろ。ちょっともうちょっと使うのか。もうちょっと行く。本当のジャックバーならもっと行くはずだ。何でもするからな、あいつは。いけるな。いけ。いや、いけないな。どうした。あ、いけ。お前はじゃジャックバーじゃない。あまりにもジャックいけるだろ。ジャック、ああ、俺はいける。いけ。ギリギリだな。行くぞ。カノー姉妹は崩れかけている。セーフだろ。ギリギリセーフだろ。セーフだろ。ギリギリだ。俺は分からん。これはセーフなのか。ああギリだ。これがギリギリだ。この勝負はお前の勝ちでいいんじゃないか。お前ダメだ。これでやめとこう。平子バウアー、平子バウアー、お前は言えるはずだ。言えるはずだ。ただ一つ言うと、ハイリスクローリターンだ。これは。ああもう俺らはもうローリターンしかやってない。大丈夫だ。もうまだお前は未来があるぞ。あ、そう考えろ考えろ考えろ、いろいろ考えるんだ。ヒラコジャック、ヒラコジャック、かわいいガモンは芸の幅が狭い。そんな、イラコジャックバーワーが言った今。イラコバーワーが言った。イラコバーワーが言った。イラコバーワーが言った。謎のジャックバーワーが言った。謎じゃない、ヒラコバーワーだ。ヒラコバーワーが言った。かわいがもラーメンもできるから。ラーメンもできるだろう。あの人ラーメンもできるから。ということで、ジャックテストは以上だ。よし。ジャックテストの結果が出た。うん。第4位。第4位。西織ジャック、嘘だろ。お前は4位だ。お前はどう考えても4位。第3位、酒井ジャック、クソ。第2位、岸ジャック、クソ。なぜだ。第1位、平子ジャック、どういうことだ。俺は信じられないぞ。ということで、本物のジャックバウアーは平子ジャック。みんなのおかげで勝てたと思っている。ありがとう。クソ。こんなの納得できるわけないだろ。
ジャックテストは絶対俺がジャックだ。ジャックテストは絶対だ。俺が本物のジャックだ。貴様の手を挙げろ。こんなことないテストにジャックバーは決められん。やめろよ。ジャックというのはな、どんなピンチでも最後まで生きている男なんだ。うん。それがジャックだ。貴様、銃を持っているのはお前だけだと思うな。うわ、くそー、こうなったらやってやんよ、やってやんよ。くそーやる、ギャー、痛いよ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 、ヘリを、ヘリを寄せて、そうだね、そうだね、そうだね、やると思っている。川崎なめんなし、川崎なめんなし、大腸が出ると気持ちがいいな。シーズンが、シーズン8まで出てます。脳みそを返してください。せーの、これが生ジャイ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子ゆうきです。マシンガンズの勝利です。ドキドキキャンプの岸です。いや、ね、喉が燃えるように痛いよ。ぐったりしちゃいましたけど、何なんだよこれ。ようやくですもんね、岸さん。ようやくだよ、ようやく普通に喋れるよ。そうだな、俺悲しいことに少し免疫があるよ。一回一回食らってっからさ。これちょっと訂正させておいて、俺可愛いがもんさん大好きなの。未成年とか本当に大好きだったから。ジャックが言ったんだよな。そう、ジャックが言ったの。全部ジャックのせいするんじゃないよお前。お前ジャックのせい。俺本心で、俺本心で言ったよ。普通におじさんになってる。いやー、どっと疲れたの。いや、本当疲れた。ぐったりしちゃう、本当に。いや、リスナーも疲れてると思いますよ。ね、俺、うん、このモノマネやりだしてさ、うん、こんな長くやったことないんだ。確かにそうだ。1時間。そうだよな。ずっとやってないよ、そんな。営業行ってもだったら20分とか30分とか。そうだね。ちょっとね、メールが来てますよ。ラジオネーム、足草まんじゅうキック。初めてこのラジオを聞いた友人から、いつもこんななのと LINE が来ました。そうだろうな、どう説明すればいいんですか。いや、こうやって友人に勧めてくれた人が、ね、今回スペシャルウィークだから聞くといいよとか言う人もいるのよ。うん、確かに普通に申し訳ないな。ただ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 。いや、でも西もだってやらされてるでしょ。やらされてるっていうか、そうだよ。いやいや、だってやれてないし、うん、ひどい。西も全然ひどかったよ、本当に。マジで本当に柴田恭兵のモノマネもうやめて、本当に。本当に。全員のジャックがブレ出すの。ちょけてますよ、ちょっと。あのさ、うん、やら、わざととかや、そういうことは別にいいけど、うん、できないんだから。逆切りじゃん。100でやってるんですか。 100だよ。いや、もうこれでね、お別れですから ね、ゲストのお二人とは。うん、あ、そっか。ね、まあ、うん、でも、一応あの、2015年のクソゲーのニュースいじっときましょうか。ここ。定として一応ね。どうですか、西織さん。キャリーと深瀬の破局報道。本当にさ、最初からね、私別れると思ってたよ。うん、私誰だ誰だ誰だ、しょうがないで一発目だもん。時間あったでしょ。もう一発目なんだこれで。時間があったでしょ。俺だってアイドリング欲しいよ。ずっと柴田恭兵やってんだから。それ切り替えられないよ俺。柴田恭兵だったんですか。違う、違う、ジャックバーだよ。ジャックバーやってたんだろ。あと、どうしますリスナープレゼント。リスナープレゼントどうしましょう。あるよ。まあいいんじゃない。まあ、持ちでいいよ。餅雑かよ。運動する人みんな食うしよ。そうそう。偏見何なんすか、運動するやつの。さっき。清原だって、餅とね、ささみを食ったっていうか。両方ともあんま味でえんじゃねえかよ。清原関係ない、別に今日の企画。何つけて食ったって餅ってうまいだろ。餅はうまいけど。餅はうまいっすね。餅餅、餅餅餅。この放送聞いた上でプレゼント餅。意味がわかんないですよ、本当に。何にもかかって、何の脈絡もないし、まだあるけど。お前ら主犯だろ。俺たち共犯だよな。共犯だよ。共犯じゃないだろ。ちゃんとパッケージ作ってジャックボーターですかね。あ、オリジナルでこの間聞いたやつだとかなるかもしれないけど、餅出てきてねえからね。清原の食べ物も出てきてないよ。餅楽しみにしてください。自転車か。いや、すげえ。まあまあね、本当にあの、機会があればまた来てね。
二人とも。いや、もう本当、お願いしますね。また呼んでください、これ言えよ。どうだったんですか、初めて言ってみて、岸さん。いや、思ったより大変だったよ。思ったより大変なの。一回さ、出るじゃん、外俺。どういうテンションでやってたかなって一回一回思う。更新されちゃうんで、一回ゼロに戻って。せっかくいい感じになってんだよ。俺が抜けた後、ここがいい感じになってんのに、ね、また戻されてくる。テーブルに手を置け。やべえやつ。あとこの放送さ、ゲストへの負担が異常に高いし、なんかね、毎回そうなんですよ。ね、申し訳ないなと思うんですけどね、それは。できちゃったね、でもね、なんとかね。いやそうですね。大事な仕事ですよ、でも。え？大事な週というか。いや、そうですよ。スペシャルウィークですから。やっぱり、アクターを呼びますからね。そうそうそう。基本的には。ゲストアクターって言ってますから。ですから。お二人とも。アクターだろ、これ。芝居か。芝居まあ、いいとはまたあれだけども。まあ、今回言うとジャック。ジャックになれる人を呼んだ。ジャックの時がもう、俺、もう一回呼ばれたらちゃんとやるんだけど、この西堀アクターがね、すごい邪魔してくるから、ちょっと外してもらいたい。共演NG。いや、俺も別にやるよ。え、俺マジいらねえじゃん。だってジャックの回答俺モノマネもできるんですよ。ただ足引っ張ってて俺は辛いよ。最低限のこともできなかったですから、ね、早く一番のウィークポイントで勝負しんだから。ストロークポイントあんだよ。やつぎ早なトークとか。自分で言わない。ストロングポイント出ないよ。早く演技組やめてくんねえかなと思って。なんでやめるよ、お前来るとき。今度はネタ見せるネタ見せ。そうね。そうですね。一回、ちゃんとオーディションやって。ワークショップやろう。やだ、全員で、うおーって言うやろ。一部ではなくてもいい。さあ、ということで、また機会があればね。おはようございます。来てください。ということで、本日のゲストは、マシンガンズの西堀さん、そしてドキドキキャンプの岸さんでした。ありがとうございました。ありがとうね。ありがとうございます。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、あっという間ですが、そろそろお別れのお時間です。はい、はい、いやあ、メール来てますね。ラジオネームギリギリおにぎり。モノマネとかではなく、本心で申し訳ないと思っていると言ってほしいです。思ってんじゃないですか。おのおのでそれぞれの謝罪の言葉がね、スタッフもね、みんな思ってる、全員思ってる。申し訳ないと思う。いや、すげえ放送だったら本当に。なんだろう、いつもと違う、なんかぐったり感がなんかあるよね。もう、うん、やってる途中、うん、もういいやってどっかで思ったよ。もういいよ。リスナープレゼントの持ちの当選者24名がですね、番組のホームページで発表します。そりゃ24名あげられるわ。持ちだもん。持ちってマジでなんだ。本当にわけわかんない。縁もゆかりもねえよ、この番組に。持ち。持ちもびっくりしてる。俺っすか。急に。あとですね、来週はラジオチャリティミュージックソンなんですけれども、うん、この番組お休みにならないらしいです。はいはい、やらせてもらうみたいです、うん、ゲストにチェコノーリパブリックと、シンガーソングライターのリファさんをお招きしてですね、うん、アコースティックライブを披露してもらいます。はい、まあまあそんな無茶はねできないのって、ね、うん、まあ、素敵な放送を目指しましょうよ。そうですね、来週はさすがに、うん、さすがに。初めて今日聞いて面白いなと思って来週聞いたらまた全然違う。どっちなんだよって。何なんだよ。器用かよ。日本刀仕上げる時のやり方。キュポッドキャストも出てくれるんですよね。ああね、うん、おそらく二人ともね、残ってくれると思いますんで。ね、いや、いろいろ、ちゃんと話、聞きたいことはいっぱいあるもんね。うん、ちゃんと聞いて、ちゃんと謝って、ね。うん、ああ、本当くだらなかったな。なんだろう。いや、面白かった。で、いつものなんかスペルウィークとちょっとなんかね、うん、バカバカしさがなんか増してた感じしましたね。バカバカしさっていう一言でくくっていいのかどうかわかんないけどね。うん、何最後なんて叫んだんだっけ、みんなで。これが生じゃいって言ったんだよね。いや、広島でもよく聞くでしょ、急に。
初めて刺身食った人への広島の刺身食わせてうまって言った。番組であなたからのメールを募集しております。詳しくは番組ホームページをチェックしてみてください。そして伏線回収とか綺麗なオチとかないのが普通だから、番組の携帯サイトもぜひ。いやそうなんだけどね、毎回あると思うな綺麗なオチってことね。、ノッティービーでは引き続きこの後5時までお送りします。この部分は後ほどポッドキャストで聞くことができますので、そちらもぜひ、お願いします。今日は、2人ともね、西堀さんそして岸が残ってくれると思うんで、そうですね、はい、フラットな話をね、ね、いろいろちょっと聞いてみたいと思います。そうですね、やってみた感想とか気持ちとかもね。はい、はい。そんなこんなの今週です。お相手はアルコ&ピースの酒井健太と平子祐希でした。来週も何卒。